ナンバーアンダーラインアイ2024ツアー宮城公演レポ3人のパフォーマンスに鳥肌このような視点で見ると3人がステージでどのように互いをサポートし合っているのかその細やかな瞬間がより鮮明に見えてきます平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人が織りなすパフォーマンスはまさに奇跡のような時間を生み出しそれぞれの個性が鮮やかに際立ちました まず平野翔のパフォーマンスについて語らずにはいられません。彼のステージでの存在感は圧倒的で、まさに観客の目を離させない力を持っていました。特に注目すべきは、彼の歌声とダンスの融合です。彼は歌うたびに、感情を込めた声でファンを魅了し、その歌声はまるで感情が直接伝わるかのように会場全体を包み込みました。さらに彼のダンスパフォーマンスは、しなやかで力強く、 まるで体全体で音楽を表現しているようでした。彼の動き一つ一つが完璧に音楽とシンクロし、まさにライブパフォーマンスの真髄を見せつけました。岸優太のステージでは、彼の音楽的な才能が存分に発揮されました。特に、レシピという曲で見せた彼の演奏技術は、観客の心を強く揺さぶりました。ギターを弾きながら、同時に複数の楽器をループさせて曲を作り上げる姿は圧巻で、 観客は彼の技術に感動しましまた騎士の演奏は、ただの技術的な見せ場にとどまらず、彼が音楽そのものに対して持つ深い愛情と情熱を感じさせました。エレキギターの演奏は特にエモーショナルで、曲の感想部分で観客を引き込む彼の姿は、まさにライブパフォーマンスの醍醐味を感じさせるものでした。彼が弾く音一つ一つには感情が込められており、まさに観客を彼の世界に引き込む力を持っていました。 音楽に対する彼の真摯な姿勢が、観客に深く響いたのは間違いありません。そして神宮寺雄太の登場。彼はステージ上での存在感が非常に強く、特にその独特の雰囲気で観客を魅了しました。彼の歌唱力は、特にバラード曲でひときわ輝いており、その歌声は聴く者の,の心に直接響くような力を持っていました。彼の歌声は穏やかでありながらも力強く、 その歌詞に込められた感情を見事に伝えていました。神宮寺の歌声には、どこか癒しを感じさせる力があり、観客はその歌声に耳を傾け、心を落ち着かせる瞬間を味わっていました。特に注目すべきは、彼の表現力です。歌うだけでなく、その場の空気を読み取り、観客との一体感を生み出す技術は見事なものでした。彼のパフォーマンスは、 観客にとって単なる音楽をを超えた体験を提供し彼がステージで作り出す空間はまさに特別なものでした。このツアーの特徴の一つは、3人それぞれが持つことなる魅力が絶妙に調和し、一つの大きなエンターテインメントを作り上げていたことです。平野の圧倒的なカリスマ性、騎士の音楽的才能、そして神宮寺の感情豊かなパフォーマンスが組み合わさることで、観客は多様な感情を体験することができました。 それぞれのソロパフォーマンスが終わるたびに、観客は新たな感動を味わい、また次の瞬間が待ち遠しくなるような構成でした。このライブ全体を通して感じられるのは、3人の間にある深い絆と、それがステージ上でどれほど力強く表現されているかということです。観客にとっては、まるで彼らと一緒にこの特別な瞬間を共有しているかのような感覚が生まれました。しかし、 このパフォーマンスには一つの疑問が浮かび上がります。なぜこの三人は、こまで強い絆を持ち、ステージ上でその絆を表現できるのでしょうか。その背景には、彼らが共に過ごした長い年月や、困難を乗り越えてきた経験が大きく影響しているのかもしれません。特に、解散を経てそれぞれの道を歩んだ彼らが再び集まり、一緒にステージに立つことの意味は非常に大きいものです。観客はその姿を見て、 ただの再結成ではなく、彼らが新たな道を切り開こうとしていることを感じ取ることができます。このツアーは単なるコンサートではなく、彼らの新たなスタートを象徴するものであり、その背後にある物語を感じ取ることができるのです。このような視点で見ると、平野、騎士、神宮寺の三人がステージでどのように互いをサポートし合っているのか、その細やかな瞬間がより鮮明に見えてきます。例えば、 平野が自分のパートではない箇所でも口ずさんでいる姿や、騎士がステージで見せる細かな気配り、神宮寺が観客とのコミュニケーションを大切にしている姿など、これらは全て彼らの強い絆を物語っています。これらの瞬間は、観客にとって非常に特別なものであり、ライブをより一層感動的なものにしています。また、3人が互いにサポートし合いながらも、 それぞれが持つ個性を存分に発揮している点も非常に興味深いです。個々のパフォーマンスが際立ちながらも、全体として一つの大きな作品となっているのは、彼らのチームワークの賜物です。しかし、ここで再び一つの疑問が浮かび上がります。3人がこれほどまでに素晴らしいパフォーマンスを見せることができる理由は何でしょうかそれは彼らの長年の経験と努力。 そしてファンへの感謝の気持ちが大きな要因となっているのではないかと考えられます。彼らは常にファンとの絆を大切にし、その感謝の気持ちをパフォーマンスに込めているのです。宮城での公演では、ファンとの距離感を非常に大切にしており、特に最後のアンコールでの ILI のパフォーマンスでは、観客に向けた感謝の気持ちが溢れていました。この曲を通して、彼らはファンに対する感謝と愛を伝えるだけでなく、 自自分たたち自身の感情も表現ししていました特に撮影 OK となったこの瞬間は、まさに彼らからファンへの贈り物であり、ファンにとっても一生の思い出となる特別な瞬間でした。ツアーが進むにつれて、彼らのパフォーマンスはさらに進化し、より洗練されたものになることが期待されています。宮城公演は、その序章に過ぎず、これからの公演でどのような驚きや感動が待っているのか、ファンの期待は高まるばかりです。